こんにちは、荻上チキです。今日はいくつかの本を紹介していきたいと思うんですけれども、その本は海外コミックスになります。で、海外コミックスっていうと大体そのアメコミ、しかもヒーローものというものが皆さん連想しやすいんじゃないかと思います。まあ、例えば、バットマンとかですね、あるいはスパイダーマン、あるいはそのグリーンランタンとか、いろんなヒーローをね、皆さん想像すると思うんですけれども、海外にはいわゆるヒーローもの以外にも様々なコミックがあります。そうしたものを今日はちょっと紹介したいと思います。今日1冊目はこちら、マーチ、非暴力の戦いという本ですね。これはアメリカの公民権運動の歴史を漫画にしたものなんですけれども、公民権運動というと皆さん例えばバスをボイコットし、ある種の隔離というか分離政策を行われていた黒人に対する公民権のなさというものを改善していく運動だというふうに、覚えていらっしゃると思います。で、実際にこの漫画の中にも書かれているんですが、そのような運動に多くの人たちが加わっていく、そういった行進、マーチに多くの人たちが参加していく背景にも多くの葛藤というものがありました。またただ例えば人々が行進をして、バスをボイコットしただけではなくて、様々なアクションをしていたということもわかるんですね。そのうちの一つが例えば、店に入って座り込むということです。でもそれは単に、店を妨害するという意味で座り込むのではありません。店に入ってカウンターに座って、そして食事を頼むわけです。そうすると店の店員からは帰れというふうに言われる。それでも何々を食べたいだけなんだ、何々をお願いしますというふうにオーダーを繰り返すんですね。店のは帰れ帰れというふうに言って、場合によってはリンチをされたり警察に通報されたりしてしまう。それでもあくまで客として振る舞い続けることによって、非暴力で自分たちがこの世に存在するんだということをアピールし続けた。現代でも例えば何かの運動をする際にはルールを守れ、運動するとしても秩序を乱すなという声もあります。当時だったら黒人が白人の店に入るなんてとんでもない、ルールを守れ、そんな運動なんて誰もシンパシーを得ないぞ、そうしたの批判も当時はあった。しかしそうしたある意味ルールとされているもののおかしさを追求するために、ルールを破っていく、あるいはルールに疑問を投げかけていく、そうした運動が継続したからこそ今の公民権があるんだというようなことが歴史的に書かれている漫画なので非常に読みやすいですね。白黒タッチで、非常にこう繊細な線でこう書かれていて、非常にこう何て言う、写実的でありながらその深みというものをこう伝えるようなタッチとして見事な絵で書かれています。ぜひこちら手に取って読んでください。もう一冊は、ガラリと雰囲気変わりまして、問題だらけの女性たち。この本僕好きであちこちで紹介してるんですけれども、これは漫画を使った評論、フェミニズム批評というふうに言っていいでしょう。で、問題だらけの女性たち、このタイトルが表すように、女性というものがその時代その時代でどういうふうに問題がある存在だというふうに扱われてきたのかということが書かれています。絵のタッチはこんな感じ、コミックブックのようなもの、イラスト集のようなものにも見えますよね。はい、女性たちがその時代その時代にどういうふうに存在に扱われてきたのか、あるいはどういうふうに男性と比べて劣ってきたのかということが書かれているわけです。例えば女性はドレスを着ているから運動に向かない、女性は頭が小さいから物を考えるのに向いていない、女性は子供を作るから働くことに向いていない、そういった仕方で女性というものの役割を男性社会からどん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 追いやっていき、雇用や社会へのアクセス権などを奪っていった、そうした経緯が書かれている。この本を読むと昔はなんて野蛮だったんだというふうに感じる方も多いと思うんですね。ではその感覚というのは現代に向けたらどうか。昔は野蛮だったけど今はもう何もないよね、女性差別なんて存在しないよねというふうに思うことができるだろうか。それとも今もこういった差別がもしかしたらあるんじゃないか、いやむしろ今起こっている差別もこういったものと地続きじゃないか、そうしたところまで踏み込んで考えさせられる一冊です。問題だらけの女性たち。3冊目、これはですね非常に読みやすい、エロイーズという漫画です。この作者の方が紹介したですね、ジョセフィーヌという作品もとても良かったんですが、エロイーズという作品も非常に面白い。この漫画は記憶喪失になった、女性が主人公です。自分がその街中でふっと気がつくと記憶がなくなっていた、でどうも連絡先とかあるいは自分の家に帰ってみるといろいろなものにハマっていたということがわかる。でもそれにハマっていたものというのはなんでそれにハマっていたのかがいまいちピンとこないんですね。例えば女性らしくコスメをして出かけるとか、あるいはある何かモラハラ的な、恋人とか友人と仲良く接していたらしいということはわかる。でもそれって自分を本当に楽しんでいたんだろうかということを疑うようになる。記憶喪失をきっかけとして自分が実は望んでいなかったものというものを手放し、自分が望んでいたものというものを
ある種取り戻していく、あるいは作り直していく、そうしたようなちょっと奇妙な人生の生き直しから、まあ、生き方とかあるいは幸福とかそうしたものについて考えさせられる漫画です。絵のタッチはとても可愛らしくて読みやすいですね。とてもカラフルで、しかし等身大の女性の生き方というものが描かれている、そんな漫画になります。というふうにですね、海外の漫画といってもいろんなバリエーションがある。僕は決して詳しくはないんですけれども、やっぱり海外の漫画を手に取ると日本の漫画とはまた一味違ういろいろな想像力や表現に出会うことができるので、とても面白いです。皆さんも本屋に行って、そうした海外漫画コーナーに行っていくつか手に取ってみてください。小木栄一でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。